どうも影山です。今日はですね、ノロノロ運転の後ろを走ってということについてお話ししたいと思います。まあこうどっかにこう行く目的があってですね、行く時にま車を使使うんですよね。で車を使うことがあると思うんですけども、この車を使って走っているとですね、こう前がねこうノロノロ運転でこう走って いるその後ろに着いた時にですね、えー、僕はですねそのノロノロ運転の後ろを走らないといけないのでそのノロノロ運転のスピードに合わせて僕はこう走らないといけない状態にこうなりますよね。で、えー、その運転でどっか行く時ノロノロ運転で走ってる後ろを走ってるっていうのはですねちょっと目的地に遅く着くという レベルのここととななんで別にどうってことないんですよねそののののの運転の後ろ走ってどうこうっていうことではなくてですねそのそれを見た時にですねちょっと考えたんですよねそれがそのトップというかトップの人間がそういう状態やったらどうかっていうことを考えたんですね。その何でも言う例えばこうええ仕事として、まあ 会社とします、ね。会社のトップがノロノロ運転をしているような人やったら困るやろうなってこう後ろへついてきてる人間としてはやっぱりちょっと困るなとかそう,うそ,ううそういうと置き換えたっていうことですね置き換えて考えた時にだからある程度ねその例えば経営していく時にですねその えー、60キロ制限があった時にある程度60キロもしくは70キロ10キロオーバーぐらいまでやと、えー、交通違反で捕まることはないということを警察の方からお聞きしたんでですね、えーまあ、10キロオーバーぐらいやったらまあまあ大事まあまあでも60キロ制限を60キロでまあ走るとします。それはは、えー、後ろ走ってるもものはこう何スストレスもなくこう えー、ついてて後ろへ走っていけるんですよねでもですねその60キロ制限の、えー、道をですね40キロで走るとですねその後ろからついてきてるもんはすごいストレスがかかるほんでだからその例えばそういう会社を経営している時にですねそういうまあ運転技術を、えー、その人の その経営手腕がない人がない人がっていうかその、えー、経営の仕方がこが慎重な人というかこうあまりこう技術のないスキルのない人がですねトップに立った場合こう後ろにつくものはすごく迷惑な状態になると。であの1、ー、人でね例えば経営してるとか。 いう場合であれば別に問題ないんですけどもその経営して人を雇うっていう立場になった場合にですねそのやっぱりその60キロで走る、えー、技術というかそういうものを持ってないとその、えー、授業に迷惑がかかる状態になるかなと。で 従業員もまたそのスピードが遅いスピードじゃないと走れないというのであればですね同じようなスピードでまあ走って目的についてそこはストレスなく行けるんでしょうけども基本的にですねほとんどの人間が60キロ制限の道は60キロぐらいで走る、えー、その技術は持ってるしそういうもんやということなんですよね。でそう なんでそこをねこう例えばその60キロ制限の道を80キロで走る経営者であるのもちょっと困るとそれは交通違反でまあ運がよく交通違反で捕まらないこともあるかもしれないんですけども捕まる危険性も持ちながらずっと走るで後ろについてきている人間も結局その事故を起こす可能性も出てくる何か怪我をさせるということもあるということでですねそれは危険やと。 だからえー、まあ一番いいというか60キロ制限を60で走るのがまあまあ100点としたら、まあ、65キロで走る。 これもまあまああ許容範囲でちょっと早く着くとで、そこは運転技術というものがしっかりしたものがあるということですねその運転技術っていうのはいろんな判断であったりその視力であったりいろんなことがこう、えー、加味されてっていうことですねそれもやっぱり経験も必要であって初心者の場合はやっぱりスピードは遅くなるんでほんで、えー、年齢がいってくるとまた遅くなると、えー、非常にねその運転こうのろの運転の後ろを走っててですねいろいろ考えさせられましたねその 自分がこう経営して、まあ、1人で経営している場合、えー、家族経営であればそこまで迷惑はかかりにくいそれでも家族のものには迷惑かかったりすることはあると思うんですけども、えー、自分がこう雇う、えー、人を雇う場合はですねちゃんとその60キロを走る、えー、走って、えー、事故なくもう極力相手がどうしても悪い場合はですね、えー、事故をしてしまう、えー、可能性も絶対100%ではないですけどもこちら側がこう 悪い形で何かミスすることによってこう、えー、事故を起こすっていうことはない状態100%ない状態それは例えば睡眠不足であってそういうことになるっていうのも,もう論外であったりとかいろいろあるんですよね。でそういうことでですね自分がこう経営する場合はその60キロ制限の道ではちゃんと60キロで走れる技術、えー、事故らない技術をこう持って後ろがこう ストレスないかその後ろにも目を配りながら走れるえそういう経営者にこうなっていかなあかんなというふうに考えましたで高速道路に走ればしっかりとこう80キロ以上で走るということですねまあ、80 キロぐらいいいでで走ればいいと思うんで左車線で80キロで走っていればですね、えー、事故になるとか煽り運転とかそういうことはこうなりにくいということなんでですね、えー、そういう走り方を。ほんで軽車であればまあ高速道路を走って80キロ85キロぐらいで走る、えー、そういう高軽車になっていく。 べきやなべきというか僕そのノロノロ運転をは走りながらねそういうことを考える人がいるんかどうかわかんないですけども、えー、ノロノロ運転のね、えー、後ろについてですねこうゆっくりこう後ろを走りながらね僕はそういうことをちょっと考えましたということで今日は、えー、ノロノロ運転の後ろを走ってということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます